And we have another question from Anonymous さん。はい、匿名希望さんからいただいた質問をちょっとここで紹介しますが、文字が多すぎて2回に分けて送ります。ごめんなさい。はっきりとわからない会話表現がいくつかあるので教えてくださいということで、 1,2,3,4 4つあるうちの1つ、今日は Look at you をちょっと、ゆうこ先生に説明してもらおうと思いますが、はい、 Look at you、 これは、ポジティブな意味とも捉えるし、ネガティブな意味両方使えるかな、でも使えるので両方説明したいと思います。 Look at you、ちょっとポジティブからいきましょうね、はい、シチュエーションによるんだけども、言い方にもよるので、こっちだとね、卒業、大学とか卒業するときに卒業式があって、うんうん、こうちゃんとしたキャップ&ギャンを着て、はいはい、卒業証書をもらうんだけれども、はい、例えばお母さんがMasato's graduating, right? You're graduating soon. で、例えばキャップンギャンを着てて、うん、で、卒業証書をもらって、で、お母さんが Masato を見て、うん、Look at you! Look at you! で、笑顔で、もう何とも言えない、こう、Look at you! 僕に言うんですか？そう、お母さんが Masato に、そう。Look at you! って、今、卒業証書をもらった時点でキャップンギャンを着て、うん、もう涙も、あ、こう出てお母さんはもう笑顔でOh, look at you! っていうシチュエーション、よく頑張ったねって感じ、 Yes! そう、よくできたねってOh, look at you! OK? もう鼻当たって怖い、そういう感じだよね、そうだよね。それか4月になって仕事就職決まってるので、はい、もうスーツ着て今回はスーツ着てブリーフケースを持って出社行ってきますってお母さんに言って、お母さんがちょっと待ってちょっと待ってますと Look at you ってまた同じLook at you っていう言い方になって、お母さんはもう笑顔でもう Look at you My boy is all grown up Going to work っていう言い方、Right? うん、それは分かるよね。分かります。Here's another one. This is a guy ね。男が女の子に言う。Look at you. Look at you! Look at you! これは男の人が、デートで迎えに来て、うんうん、映画でよく見るじゃない、階段、うん、女の子が階段に降りてきて。で、綺麗に着飾ってね。綺麗にこうね、そう、ドレス着て。準備して、そう。万端で出てきて。そう。Look at you!ポジティブですか？そう、いや、Look at you。あ、綺麗ってか、そう、うん、わー、すごい、すげーとか日本人が言う、わー、Look at you って、わー、素敵な、綺麗な、You're so beautiful っていうようなね、Look at you、okay？ これはまた違う言い方だよね、Look at you。Do you cook？No. No, okay. じゃあ、例えばね、またお母さんの部分に行こうか。Okay, so, 今日は、お母さんの誕生日で、今日、マサトは頑張って、夕食を作ってあげて、うん、で、頑張って何か美味しいね、ご飯を作って、お母さん帰ってきて、はぁ、マサト、Look at you! Look at you! どうしたのって感じ。これはちょっと、さっきのね、スーツの着た例とは違って、Look at you! ちょっとびっくりしてるのね。Look at you! って。できるじゃない、やればできるじゃないっていうような、Look at you! 結構びっくりしてる。Wow! っていうような、Look at you, right?、うん、And これは会社内で、マサトはもう残業してて、もう一週間ずっと残業してて、ボスが、Look at you, マサト!Look at you, Masato. 頑張って仕事してる姿を見て。そう、見て。お、Look at you. よくやってるじゃないか。そうそうそう。だから、かっこ、Look at you go って。頑張ってるじゃない。Look at you go. Look at you って。Okay? これ全部ポジティブでしょ？はい。Negative。今回は、まあ、妹さんいるんでしょ？はい。例えばね、妹さんが、ティーネイジャーの時に、ちょっとパーティーに行ってくるって言って、うん、肌見せすぎでピチピチのちょっと化粧もちょっとつけすぎでもう I'm ready to go to a party っていう状態で、うん、で お父さんにしようか、うん、お父さんが娘を見て Look at you! Look at you!
なんて格好してんだって。そう、だからもちろんその後になんか言葉があるんだけど、ね、Look at you! Where are you going dressed like that? Look at you! っていう言い方ね。じゃあ2年ぐらいずっと家でゴロ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 ゲームしてる人に、仕事しないで、仕事しないでお母さんが叱って、 Look at you! Look at you! ちょっと違うかな、最初の Look at you と、 Look at you! それから Look at yourself! 自分を見なさい、 Look at yourself! なんてざまな、情けない、もうなんとかしなさいよって、 Look at you! Look at yourself! OK?あのマサトみたいにいつもなんか笑顔でハッピーな性格な人が急になんかね落ち込んじゃって、もうデプレッション、うつ病、うん、みたいな感じになっちゃって、はい、何かが起こっちゃって、もう本当に落ち込んでる、ずっとで Look at you、 Look at you、 どうしちゃったのよ、 Look at you、 You're a happy person、 What happened? So look at youっていう、こうちょっと心配してる、うん、どうしたのって、 Look at you、 本当に顔と言い方をトーンを変えて、キャキャさっき変えて、全然違う意味とかニュアンスになっちゃうから、うん、これはもうネガティブもポジティブも両方、うん、だから顔も変えて、うん、声もトーンも変えて、そうだよね、そういうちょっと巧みな技術がいい言い方になって意味が全然違ってきます、はい。